やっぱり本当に自分のお金をどうするかっていうのが決まりがつかないと思うんですよね。現金どのくらい持ってたらいいのか、金に変えたらいいのかということを決断しなければいけないので、しかし基礎的に我々がとにかくいつも頭の中になきゃいけないのは NHK の放送の嘘と経済学者の喧嘩の2つなんですね。ですからこれはもう常にそれを頭に置いといてっていう話になるんですね。NHK の嘘っていうのはどういうことになっちゃうかっていうと、例えば、日本政府は日本国は赤字がある、だから国民の一人当たり子供に800万円のツケを回しているようなことだ、だから消費税上げなきゃいけない、これ真っ赤な偽りなんですよ。これはもう誰が見ても偽りで、今経済学者の両方のっていうか喧嘩をしている両方の人たちも両方統一して触れてないですけどね、触れませんが、それは NHK に恨まれるので、NHK に出してくれないので、言いませんけどね。それはもう触れてないんですね。だけど我々は、国民はその NHK の嘘に頭が半分染まってるんですよ。これがですね、NHK の嘘による国民の頭と、経済学者のずるさと、喧嘩というのがですね、3つ、共になってるんですね。で、今日は個別の理解で1ですね。じゃあ日本政府は赤字なのか、まあ、1500兆円今赤字だと言ってるんですけど、1500兆円赤字なのか、これでですね、これを解説する経済学者が自分の意見を言っちゃうんですよ。まあこれはあの日本国がですね、まだ未発達なんで、なんか学問っていうのは意見と学問の区別がちょっとまだついてないんですよね。あの変な話なんですけど、学問は意見じゃないんですよ。学問は積み重なっていて、全員が納得できるような形になっている。まあ少なくともその道の専門家が納得できるように持っていくのが学問であって、論っていうんですね。進化論にまた論がついてるんですが、論がついてる間はダメなんですね。だけどそのうちそれは取れていくわけですね。ですから今経済学者が喧嘩してるっていう状態が問題なんですよ。でどういう状態かっていうのをその政府の赤字について説明しますとですね、日本まずあの NHK の嘘をまず取らなきゃいけないです。 NHK は何つったかったら日本国が赤字だと、これはもう完全な嘘なんです。だからこれはもう経済学者で誰も日本国が赤字だなんて言ってる人はいません。 NHK だけですね。NHK と NHK を騙そうとした時の財務省、この2つがですね、日本国が赤字だと、これは全然嘘なんで、これも議論してもしょうがないですけど、一応確認だけしとくと、日本国は外国に対して約400兆円の黒字です。まずこれはですね、外貨もたっぷりあるわけです。それから国債を買っている人、つまりまあ日本政府は、今度は日本政府のことなんですけど、日本国じゃないですけど、日本政府は外国に対しても日本国債を販売してるんですけど、売れないんですよあまりね。で、日本国債の 95% は日本国民が買ってるんですね。で、だから 5% しか海外買ってないんです。ですから例えば、まあ、NHK が言った時の1000兆円っていうと、そのうちの500兆円が外国人が持っている国債なんですね。ですからまあ5% ぐらい持ってても全然国債の全体に対する影響はありませんのでね、これはもうはっきりしておいてください。それをしないとですね、 NHK の嘘が出てくるともう経済学者の喧嘩の説明もできないんですよ。で、経済学者はこの政府は赤字かについてどういう喧嘩をしているかというとですね、赤字じゃないという人たちは政府の全体の資産を見てるんですね。政府はまあ簡単に言えば、自分たちの、ね、私たちの家庭で言えばですね、現金は赤字なんですよ。政府って必ず現金赤字なんですけどね、現金は赤字なんです。しかし政府国有の土地ですね、これは山ほど持ってるわけですね。もちろん国立の、まあ、国会議事堂からそうですし、それからまあいろんな国有地、国の道路、それから広場、もう海岸線、山ほどあるわけですよ。国立公園ですね。ですからまあ資産はものすごくあるんです。ですから資産、そういう国立公園とか、それから
道路みたいに売りにくいものよりか売りやすい国有財産もあるんですね。そういう売りやすい国有財産をでも赤字はないと言ってる方もおられます。だから全然関係ないよってことを一生懸命前から言っておられるのに、例えば高橋さんなんかもおられるんですね。ですから経済学者で政府は赤字ではない、要するに財産赤字じゃないと、別に売るのを渋ってるから現金が赤字だって言ってるだけだっていうのからですね、いや実はそうじゃないんだと、あの道路なんか売れないじゃないか、国立公園も売れないじゃないか、売れないものをカウントして、それで政府が赤字じゃないったってしょうがないじゃないかっていうのの対立なんですよ。ところがね、これが僕は経済学者の喧嘩っつって言うんですけどね、経済学者は不思議なことにね、学問に興味あるんじゃなくて、僕の感じだとここまで言うと経済学者が文句言うでしょうけど、皆さんが理解するためにはね、言った方がいいと思うんですけど、経済学者は経済学を発達させると思ってるんじゃなくて、自分の名誉とか金を心配してるんじゃないかと思うんですよね。だってね、これ簡単なんですよ。政府の保有してるうち、全く売れなくて資産としてはあるけども売れないものと、ずっとだん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 来て売れるものと、それから最後に現金の赤字とかなるわけですから、それを一覧表にしてくれれば一発で話が決まるんですよ。ところがね、それをどういう言い方で分からなくしちゃってるかってちょっとご紹介しますとね、これは今度は、MMT つまりその財政均衡論の人で、財政なんかどうでもいいやっていう人に、均衡なんかどうでもいいやっていう人に非難してる人なんですけど、こういう知ってる人はどういうことを言ってるかというとですね、具体的にその人の言ってる通り言いますとね、政府が不足してるのは現金である、キャッシュがなければ国民にも配れないし公共事業もできない、国民の医療費の肩代わりもできない、資産があっても現金がなければ政府の資金調達には使えないので、現金資産あるいはすぐに現金ができる資産しか意味がない、したがって特別会計の余剰金は使えるがそれ以外はほとんど使えないのである。 GPIF これは年金積立金の管理運用独立行政法人のことを言うんですけども、つまり、年金の運用先のことを言ってるんですけども、厚生年金の運用金の積立金の運用資産の株式債券などを売却すれば確かに100兆円以上は現金が入ってくると。だがたとえその資産が200兆円で売れたとしても1000兆円を超える負債を相殺するには遠く及ばないし、もちろん将来の年金支払いの原資が不足するから将来200兆円不足額が増えるだけのことである。さらに道路や森林などは問題外であると、こうずっと書いてあるんですが、買い手がないと。しかしですね、これは実はある程度その金融を勉強した私なんかにしてみればですね、なぜこうなのって言いたくなるんですよ。反論っていうのはですね、敵の言ってることを、自分の相手の言ってることを認めて反論しなきゃいけないんですよ。だからね、そのいくらでも金出せますよっていう人はどう言ってるかっていうと、資産が、この人が資産があっても現金がなければダメだ、すぐに現金ができる資産しか意味がないと、こう言ってるわけですね。しかし反論はどう言ってるかっていうと、消費税を上げたと、それで赤字を減らすとか言ってるけれども、消費税で1000兆円の赤字を消すには50年かかる、50年だったらばその間に現金化できるものはいくらでもあると、こう言ってるんですよ。もうすでにこの私がさっき読んだ方の人はですね、この言ったのが今年の12月8日なんですよ。でもうこれから3年ぐらい前からもう高橋さんなんかしょっちゅう言ってるんですよ。ですからここで反論するには、国民を騙すんじゃなくてこういうふうに言わなきゃいけないですね。政府が赤字ではないという人は、現金化できる資産がいくらでもあるじゃないかと言ってると。ところでこの現金化が50年以内に、まあ消費税で償還しようとすると50年かかるから、50年ぐらいかけても現金化できない資産はこのくらいだと言えばまだいいんですよ。それからGPIF 年金積立金を流用しようっつってる人もいないじゃないんですけど、
それもそれほど多くないんですね。ですからこういうその亜流の反論ですね、正面からの反論を避けて亜流の反論に議論を持ってってるもんですから、分かんなくなっちゃうってことなんですよ。簡単に言えば、ここで簡単に結論を言えば、この12月8日、今年の12月8日に言ってる人でも議論を避けてるんですよ。つまり議論を避けてるとは、僕に言わせるとね、もっと意地悪く言えばね、わざと議論だけ残して、なんかそれぞれわーわーわー言ってる体裁を取ってるんじゃないかと思うんですね。ですからここでは我々は、政府は赤字か赤字じゃないかわからないとそれはそうですね、議論してくれないんですから、経済学者がまともにぶつかってくれないんですから、政府は赤字なのか黒字なのかそれは分かりません。政府の資産を売れれば黒字だし、政府の資産が売れないと思えば赤字です。しかしどう考えても売れる資産はありますと。それからどう考えても売れない資産もありますと。だからこれは専門家がそんなこと言って議論してくれないなら素人は分かりません。一体何をもってこんな大学で講義してんですかと、僕なんか文句言いたくなっちゃうということですね、本当に。